ケンとゼウスの雷に似せたものを手に持つサルモネウス。サルモネウスは、ギリシア神話の登場人物である、長母音を省略してサルモネウスとも表記される。エイリス地方の王だが、ゼウスに対する、冒涜的行為によって罰せられた。アイオロスとエナレテイの子で、クレーテウス、シーシュポス、アタマース、ペリエーレース、デイイオン、マグネース、カナ系、アルキョーネー、ペーシュディ系、 カルケー、ペリメーデーラと兄弟。アレオスの娘アルキディケートの間に一女トゥーローがいる。後にシデイローを5歳に迎えた。サルモーネウスはテスタリア地方の出身だが、後にエイリス地方に移住して都市を建設した。シケリアのディオドロスによれば、都市を建設した場所はアルペオスカハンで自分の名にちなんでサルモニアと名付けた。 しかしサルモーネウスは、ゼウスの地位を得たいという欲望に取り憑かれた。サルモーネウスは自ら、ゼウスと称し、ゼウスの供物を自分に捧げるよう人々に命じた。また戦車で聖堂の釜を引いて走り、その時に生じた轟音を雷鳴だと言い、さらに松明を天に投じて雷だと言った。こうした、特進行為のためにゼウスは、サルモーネウスを雷で撃ち、さらに彼の都市と住人を滅ぼした。 ヒュギーヌスによると、サルモーネウスは、ゼウスの雷の真似をして、四頭立て戦車を借りながら、火のついた松明を人々の中に投じた。そのため戦車ごと、ゼウスの雷に撃たれて死んだ。さらにウェルギリウスは、ゼウスの雷を真似たために死後、冥府で罰を受けていると述べている。彼は松明をぶりながら四頭立て戦車で、エーリス地方のみならず、ギリシア諸国を走り、 雷を真似ようとして、聖堂の橋を、馬の蹄めで踏み鳴らした。しかしゼウスが投げつけた槍を受け、頭から落下して死んだ。サルモーネウスは、シーシュポスと仲が悪かったという話もある。三大悲劇詩人の一人ソッポクレースはサチュロス劇、サルモーネウスを作った。神話学者、アレクザンダー・クラップや、詩人ロバート・グレーブスは、サルモーネウスの真似事は、雨乞いの呪術だと解釈している。 カリストスのアンティゴノスによると、クラーノーンに、雨乞い用の聖堂の車が保存されており、干ばつの際にはこの車に水を汲んだ亀を積んで、走行し、車を揺らして、合音を立てさせ、亀から水をこぼれさせた。そうすると必ず雨が降ったという、サルモーネウスの行動もこれと同じだったのではないか、と。なお、インドヨーロッパ語族にはしばしば、雷は、 神が戦車で天空をかける際に発生する合音だとする観念があり、サルモーネウスの行動はその観念を反映したものと考えられる。ありがとうございます。